露骨な MeToo 案件。最近は裏口入学をめぐる文科省官僚の不祥事でもおなじみの東京医科大学。その東京医大で今度は女子受験者の点数を一律して減点していたとの報道が出ています。これはひどい。東京医科大が医学部医学科の一般入試で女子受験者の得点を一律に減点し合格者数を抑えていたことが2日、関係者への取材で分かった。一部の男子学生に加点をしたこともあったという受験者への説明がないまま、遅くとも2010年頃に入学者の男女数の恣意的な操作が始まっていたとみられる。背景には大学病院の医師を確保したいという大学側の意思があるとみられる。この関係者はテストの点数通りにやると女子の合格者が多くなるが、女子は離職率が高い、どういう学生がいいかという大学としての判断で大学の裁量の範囲内なのではないかと話した。医師の優秀さっていうのは受験時の点数だけでは測れないと思うんですけれども、合格ラインなのにだから切られてる人がいるっていうことですよね。ということはそれ以下だった男子が滑り込んで入っていると。こういう言い方するとあれかもしれませんが、東京医科大学出身の男子って大丈夫かなって思われませんかね。逆に減点されてでも東京医科大学に入った女性っていうのはすごい優秀なんじゃないかっていう気がします。大学の信用っていうのもそうですし、この大学出身だっていう方にとってもね、不利益なんじゃないでしょうか。まあ他の大学も大丈夫かよっていう気はしますけどね。女子の離職率が高いっていうのがありましたけど、まあこれいろいろな多分医療現場の問題ってあると思うんですよね。まあ、そんな中で女性が働きやすいっていう環境がまだまだ整ってないのかなという気もします。根本的にダメな女子差別だと思うんですが、まあ完全にそれ独立したその教育機関であればまだわからんでもありません。つまり補助金などを受けずにやっていたというのであれば、まあ当然問題はあるんだけども裁量の範囲内なのかなと。でもさ、東京医科大学補助金受けてたんだよね。東京医大などによりますと、東京医大は2013年文部科学省の女性研究者研究活動支援事業に選ばれ、女性医師や研究者の出産育児と仕事の両立を支援するため3年間で8000万円を超える補助金を受けました。ダメじゃん。趣旨からすると逆行するかのような話だからね。こんなのまさに MeToo 案件でしょ。デモ活動も、まあ、やってんじゃないかなと思って調べてみると、まあ、やってはいましたね。だけどこういった運動に熱心なはずの国会議員の方がね、見当たらないんですよね。春先には黒い服着てさ、なんかセクハラがなんだってMeToo 運動やってたじゃないですか。野党の国会議員の方たちがマスコミアピールのために G メン75みたいなね、ああいうあれですよ。今回の女性に対する不当な差別、これはやっぱり MeToo 更新やらないと筋が通らないんじゃないでしょうか。まあ土日ですから週明けにはやるのかな。でも今回の件は安倍当確運動につながらないでしょうし、パフォーマンスとしてやらないんじゃないかという気がします。明日は久しぶりにサンデーブレイクをねやろうかなと思っています。久しぶりですね本当に。あとは某精神科医とのやり取りのブロマガを書いてまして、新しいのをアップしましたから、これもぜひ見ていただきたいなと思います。